はい、ニーナ匠役をやらせていただきます、菊池修司です前作の劇中で行われたガチクイズ対決最も多く優勝したのは、深見真理役を演じた鈴木綾音さんですが2番目に優勝回数が多かったのは、深見誠二役を演じた横井翔次郎さんである横井さんとは共演もしているので、人となりを知ってます、バツ× おっしゃーだと思ったんですよあの人はね意外とお茶目なところもあるんでねそうだと思いました <laughs> 前作で越山のライバルくりや千里役を演じた中村海人さん稽古中何度も「くりやはそんなことしないと思うんですよね」と演出家の要求を突っぱねたおーなるほど見た目からは想像ができませんまる 答えは丸。よし、大谷さんはどんな反応をしてたんでしょうね。はい、マジ切れです。マジ切れ。<laughs> 今年のゴールデンウィーク三越劇場で行われる七マル三罰ザクイズステージラウンドツは見逃せない舞台になるか。なるほど。これは三角。 というのもです、ね、あの僕らが頑張り次第だと思うので三角を着た時には丸になってるでしょうねえ大年さん <laughs> 横で笑わないでください僕が渾身のボケをしたんですから丸ですはい丸ですお年さん丸です失礼しましたはい、えー、今回の舞台僕は初めて参加させていただくんですけどもあの実際にクイズがリアルで。 えー、あるとということで僕はです、ね、そのクイズがとても苦手なのでぜひこの稽古期間中に覚えてあの誰よりも答えられるような人になりたいなと思っております。あとお芝居もです、ね、大戸さんとは2回目なのでぜひその2回目で成長した僕の姿を見ていただけるように頑張りたいと思いますのでぜひ皆さんはご来場、えー、劇場でご来場の方をお待ちしております。バイバーイイ